それでは今回も選択一つで大きくストーリーを変えてしまうアンティルドーンを、実況プレイしていきたいと思います。おそらくね、物語の方もだいぶね、佳境をね、迎えてると思います。前回はね、2点3点でね、実は生きてたのね、オンパレードでね、いろんな人がね、出てきたんですけど、まあ次々と死んでいきました。今回はどうなるんでしょうか。さあ、進めましょう。再開。これまでのあらすじ。マイク、アシリー、ああ、よかった。どこに行ってたの。上は、相当やばい。アシリー、さあ早く地下に降りるんだ。ごめんなさい。アシュリー、かわいそうに。いいの、座った方がいいの。私は大丈夫よ、サム。そう、そうか。おじさんはどうなったの。どこにもいない。待て、動くな。おじさん、おい、嘘だろ。こいつ登場したのに。あー、しょぼい。何を探してるの。違う出口だ。マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら持ってるはずだ。エミリー、何なのそれ。炭鉱の中に連れ込んだのかも。ねえ、これって。ん、この部屋は安全であるべきだ。やめて。ひどい。ああ、嘘でしょ、マイク。はあ、なんてことしちまったんだ。マイク、女子から鍵を取ってくる。ちゃんと戻るからな。マイク、やっちゃった。ね、ウイルスにね、感染してると思ってね、殺したけど、噛まれても感染しないってことはね、分かったんだよね、前回。一応これ、鍵閉めておこう。わー、でもこっからはもう、完全に、バイオハザード、定番ホラーゲーム。何があるかわからないよ。どっちこれ。右しか行けない。こっちはなんか重要なものない。風が吹いてんな。あそこから入ってきそうだな。ちゃんと確認しておこう。ロケットランチャーとかあるかもしれないし。ないかな。でもこういうね、一人でね、行くところはやっぱかっこいいよね。ここがモテ要素だよね。これ絶対行かないわ。さあ、どっちだ。ジョシュはこっち側でも空いてなさそうだよな。そのまんまこっち来ちゃえばいいのか。あの化け物はこの中とか入ってくんのかな。どうなんだろう。あ、マジかよ。ん、ここは。あ、ここになんかあった、あった。狼たちはどこだ。狼、あ、そういえば狼に餌付けしたよね。餌与えたよね。まあ、あんなんで飼いならせるかわかんないけど、いけるでしょ。マイクの魅力だったら、いろんなね、女の子を虜にしてきたね、マイクだったら。狼たちはどこだ。前はこっちの方にいたけど、ここじゃないんだ、別の場所に。これ以上はいけない。じゃあ2階行ってみよう、2階。もう階段、もう2段飛ばしにせーって。足長いんだから、そのご自慢の足で。1段1段だと疲れるでしょう。うわー、ホラーの定番だと窓からバリーンって出てくるけど、それはないか。あ、こっから降りれる。よし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 。かっこいい。こんな横に刃物とかつけたら、その降りた時ザクって、俺だったらね、足に刺さっちゃうだろうな、雑魚キャラの俺だったら。おお、
相当強そうな銃が。まるで一昔前の探検家だな。松明、松明と今つけちゃうの。今つけてこのショットガン持ってく。弾も相当ある。どっから持ってきてんの。支給されてんのか。ああ十分だな。おお。でこっから出ればいいのね。これで来た時も、まあ、一時的には追い払うことはできますね。倒すのはちょっと難しいだろうけど。でさっきの開かなかったとこ、これで開けれるかな。ここじゃない、ここじゃなかった。銃で開けれるのかな。もうこいつもやっちゃったからな。マイクもやっちゃったからな。ここここよし行こう行こう。銃で気をつけてね。跳ね返ることもあるから。よし。いやでも音で、あんなカッコつけなくていいんだって。あでも指が痛いからか。あ狼いた。おおかわいい。元気か。また会えて嬉しいよな。大丈夫か。動物で気まぐれだぞ結構。また会いたいと思ってたんだ。さすが。よし相棒ついてきな。よし。モテオは違うわ。今はこうだ。ここの地図は見てるから大体は把握できてる。頭いい。間違ってなければ病棟の中に炭鉱の外に通じる道があるはずだ。探せるか。俺も同感だ。動物と会話してる。すげえわ。こういうやつがやっぱモテるんだな。ゲームとはいえね、動物をね殺してしまうような人間はね、まあモテない。嫌われちゃうね。まあそんなやつが存在するのかどうかわからないですけど。どうした、分かってんのか。どうする。大丈夫だ、落ち着け。マイクの顔もでも結構やばくなってるよね。俺が言えたあれじゃないですけど。そっちね。まあ、基本でも一本道だよな。このレバーは引いちゃっていいの。引けと言わんばかりのダメ元。あ、こういう感じ。あ、そういう感じね。割と簡単に動くんだ。見たか、俺結構いけるだろう。なあ行こう。うわあ、もうすっかり仲良くなってんじゃん。さあ下に、下にはいるのか。でも炭鉱の方に、炭鉱を巣にしてんだよね化け物は。勘弁してよ。ここは紙がなんかの資料。ああここのやっぱりここの精神病棟で変異したってことか。なんか実験かなんかをやってたってことなのかな。ウイルスではないってことだよね。噛まれて感染しないから。うおー、うそー、引き裂かれとる。マジかよ、かわいそう。やめまちゃん、吠えんな吠えんな。なんで俺が
でもこの近くにいるってことだよね。そっち？そっちで大丈夫ですか？ちょ、なんか光ってるよ。触っとこう。くそ。うわー。貴様だ。ここは暗転させないのね。その暗転させる場所とさせない場所のなんか違いが、させる場所とさせない場所の違いがわからない。十分今のも危ないやつだと思うけど。わわ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 わ、いた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 。登ってった。そこら中いるんだな。序盤はもうほんと運が良かっただけってことか。こっちか。前回はねちょっとクリスで銃ミスしてしまったんでね、ここはちょっと大事にいきたい。慎重に行こう。こんちが、あ、ここなんか明かりが見えるぞ。ショットガンでぶっ放しちゃう？違う？パワーで。さすが元ラグビー部、アメフト部。知らないけど、そんな設定あるか知らないけど。よし。そんな簡単に開くもんなのか。なんだよあれ。こいつは何者なんだ。え、こいつじゃないの？精神鑑定のおっちゃん、ハゲとるし。それ死体だからか。悪いなおっさん。関係各社。何？アブルッチじゃないの？プリズンブレイクの。もう実在してないのかな、あの人は。やっぱり女子の中の妄想ってことかな。その線が高いよね。うわー、ここすっごい埃っぽいな。アレルギー鼻炎の僕だったらもう耐えられんわ。もうくしゃみ連発だね。誰か、誰かいますか？誰か、誰かいないの？ああ、なんだよ。もういるよね。あ、もうここいるわ。内側にはいるんだよね。さっきいたから。ほら、ここ空いてるもん、内側の。これは、これ無駄打ち、無駄打ち。いいよ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 。ほら、音でバレた。めっちゃ笑ってる。好きなんだな、こういう状況。指切られた時笑ってたし。どうする、どうする。まっすぐ、男ならまっすぐ。メダロットの歌でもあったし。よし、しぶらしぶらしぶら。よっしゃー。犬が、狼ちゃんは何発っても効かないから、だから無駄に、無駄に飛びすぎじゃね。どうしたの？何？クサクサ。あ、切れちゃう。嘘だろ、こんなの。え、絶対に嘘だ。なんだよ、説明しろよ。あ、出口がないってことか。誰だ。あ、くそ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 。英語ではファックファック言ってんだろうな。
なんだよ。うー、目が白い。ゴミ。急げ急げ。また来た。あー、これは緊張する。クリスでミスってるから。よし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 。バカバカバカ、顔出すなって。あー、なに、ミスった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 。あ、やべ、あ、取られたじゃん。そ、そんな急に来るから。柳沢じゃないけど急に来るから取られちゃった。まだいる。でもこっちはまだ銃がある。動くな動くな。おすすめしないと言われたけど。動くなよ動くなよ。あー、ダンディ、ちょっとコント、ダンディ、ダンディ、ダンディ、いい話だ。いけるいける、なめんな。オカミちゃん、せっかく助けたんだから。離せ、クラスさん。ほら、俺はクリスとは違えんだよ。よし、なんとか生き残った。いやー、でミスが多い。気をつけないと。まだまだマイクの死に場じゃないよ。どこだ。ふん、指が、指グロいグロいグロい。そこ見せんな。くそ、なんだなんだ。何、怖いよ。犬は割と余裕だけど。さあ、ほら、まだこれちっちゃいな、ちっちゃい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 。いつになったら終わるんだ。ちくしょう、これが悪い夢だ。オーケー。おお、なんだ、そこら中にいるな。おい、焦るなって、俺の肉は十分あるだ。今の無理だって。大丈夫大丈夫大丈夫。くそ、それまでそれまで。蹴る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 。あぶねえ。だんだん早くなってきてるぞ、洗濯のやつが。間に合わねえ。30歳おっさんの反射神経じゃ間に合わねえ。ほら、これこれ、お、誰だ、鎖で繋がってる。くそ、ちくしょう。ここに収容されたやつがこういう風になったんだ。くそ、おお、またか。別に撃たんでもよくね。出せ、邪魔見ろ。あ、くそ、逃げろ逃げろ逃げろ。この弾数とかどうなんだろう。無限じゃないよね。待っててくれ待っててくれてる。ここへ来てからの開かないんですけど。早く、どうする。来たぞ来たぞ来た来た。やばいやばいやばい、これちっちゃいって。よし、これを転がして。なんだなんだ、すごい焦らせる。いち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 、すごいよくあるね。ガソリン蹴飛ばしからの光になれ。熱い熱い熱い。お、なんだなんだなんだ、今の今の炎何。しめしめしめて。
さあ、ちゃちゃっと出よう、ちゃちゃっと。もうこんなとこからおさらばしようよ。これいいのか？いかにもって階段だけど。だんだんでも外の風が強くなってきてる。ハウスダストか雪か分かんなくなってきてんな。これは雪か。もう隙間だらけで、どっから来るか。うわーっと、今動いたぞー。動いた。そこもどっからダーって出てくるか。あー、来た。くそー。うわー、寝起きみたいな顔して。よし、上げて。あれ、入ってからの、閉めろ。バリケード。安全策を取ろう。よし、これで追ってこれないだろう。相棒。お、相棒。降りてこいよ。ついてきてる。大丈夫だ。大丈夫。信じてくれ。帰りに会おうな。なんで？帰りに会えたらいいけど。よし。もう一丁。胸から行くのね。うわー、いっぱいあるな。とりあえずこれ。おー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 、ハリウッドスター。ハリウッド映画の定番、爆発ね。ダッシュで逃げる。本来はここでエンディングだけど、そうはいかんよね。なに、こんなんのもあんの？なんじゃありゃ。ジェス？生きてる、ジェス。大丈夫じゃん。よかった。うおー、この二人はピッチピチやな、服が。あ、このアシュリー動かすのね。ちょっと土地狂ってきたアシュリー。さあ、こっちはどうなんのか。サム、そんな前歩いて大丈夫？散歩に来てるんじゃないんだよ、あんた。ヒーローズではね、傷が治ったかもしんないけど、アンティルドーンじゃね、普通の人間なんだからね。そこちょっと警戒しなさいよ。怖いよ。開かない。錆びついてる。あ、鍵か。鍵かけたんだ。もう他にも入り口があるはず。ここは？待って、ねえ、これは？ここは来そう。ねえ、これ開けてみる？やれることも他にはあまりないね。よし、開けよう、二人で。これ取って。よいしょ。いいよ。なんか都合よく道があるんだね。下水は、下はやばいよ。待って、今一番入りたくない場所ナンバーワンかも。で、どっちが先？どっち？お前だろうが、さっき先頭歩いてたんだから。来れたね。療養所に通じてるのかな。
きっとね、他に考えられる。早いな、無駄に回答が。キレッキレやな。早く、早く降りなよ。なんでこの間は。まあ、そのカット、そのアングルいいけど、ね、閉めた方がいいよね、でしょ。はあ、何かがつけてきたら。分かった、閉めていいよ。私たちは進まないと。追いかけてこれるね。うん、まあいいよ。これは閉めない選択はできるのか。できない、閉めろと。ここはバタフライエフェクトじゃないってことね、うん、分岐しないってことか。さあ行きましょう。うわあ、またこの巣の方か、この炭鉱の。気持ち悪い。サムは？サムどこ行った？サム？また声聞こえるよ。ねえ、これアシュリー死んじゃうんじゃない？誰なの？これは誰かいるの？ジェシカ？ジェシカなの？ジェシカ？そう、いたよね。声を調べる。仲間と合流。声を。いや、ここはもう助けようよ、ジェシカ。もうありえないよ。勇気出そう。ジェシカ。ジェシカ？さっき、こんなような。ジェシカ？あなたなの？こんなとこだったか。引っ張られてきたのかな。どこ。なんかされてる。だん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 銃持ってないのに助けれるわけないでしょ。あ、ここ、あ、こんなとこに、ここに閉じ込められたってことか。いいのかい、うかつに開けていいのかい。ジェシカ、あ、こんなところ。ちょ、何も見えない。ジェシカ、ずいぶん変わっちゃった。え、あんな歯鋭かった。アシュリー、ジェシカ近くにいんの。うそー、ここは。てかサムが一人で住みすぎて、まあ、サムがいたところで変わらないけど。これは何？なんだ？あ！ジョシュ！生きてる？ああ、最高。余裕だね。余裕だねってついてきてないじゃん、アシュリー。なんなの？登る。三角。もうこれサムしか助かんないんじゃないか。三角、バツ、避ける。さあ次は何来る。バツ、四角、よし。上のどこまで来た。やった、私頑張った。いや、そういうあれじゃないからね、ロッククライミングじゃないからね。ここは光ってるぞ。あの助手から鍵を取れば。助手がどこに。ここら辺だったような。おお、助手どこ。鍵
鍵だけでも。誰？こっちでも手ぶらだけど大丈夫？うわぁ、よく来たな、ここまで。ジョシュ？あぁ、なんだ？よっしゃー、くそ、開かない。女の子の力じゃ。よし、テコを使って。一人っ子だな、こいつは。一人で会話してる。俺もよくやるわ。おおおお、よかった。これを助けて。動くな動くな、こら。おお、ゴミ強え、かも強。ナイスナイス。この二人か、生き残るのは。ああ、大丈夫って？生きてるかってこと。ああ、うん、この通り。ああ、ここで何してんだ。ウェンディゴのこと警告しようって。遅かったな。だね。化け物の住処を探すとするか。